子ちゃんは花が好き。タンポポやチューリップのような草花も、桜や椿のような木に咲く花もみんな好き。花子ちゃんはいつも思っていました。世界中が花でいっぱいになるといいなって。花には虫の友達、小鳥の仲間、一番の仲良し誰かしら。虫かな、小鳥かな、それとも何してるの？いたずらしちゃダメよ。あら、おかしなモグラ。モグラって畑を荒らして野菜なんかダメにしちゃうってことだけど、だけど、そうだわ。モグラを鳴らすことができたらどんなに面白いだろうな。地面の下を動き回らせて花の世話をさせるのよ。モグラたちは地面の下で栄養のある土をよそから運んできて根の周りに置く。水も忘れずにかけてくれる。地面に落ちた余分な種は口の中にしまって別な場所にまいてくれる。役に立たない雑草を見分け、その根を噛んで枯らしてしまう。花子ちゃんはその思いつきを絵に描きます。風は気まぐれ、花を暖かく包むのも、花を震え上がらせるのも、花の種を遠くから運んでくるのも、花子ちゃんの絵を飛ばしてしまうのも、みんな風。と近寄ってきたツバメにはただの紙切れ、カモメにもただの紙切れ。絵は波に飲まれ海に沈んでしまうのかしら。秘密の秘密の秘密の島、秘密の建物、秘密の研究所、他の国に知られないように。秘密の秘密の秘密の研究、秘密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 、この不思議な絵は秘密の図面だろうか。この変な絵は本国からの命令書だろうか。わからない、わからない。何のために本国からこんな図面が届いたのだろう。何のために花の世話をするモグラの絵が描いてあるのだろう。あまりにも不思議な計画。けれども本国に問い合わせるのはよした方がいい。余計なこと聞くな！と怒られないようにした方がいい。研究所は研究して作り上げさえすればいい。本国からの命令にはそのまま従った方がいい。
モグラを訓練、仕事をさせる。これは大変、とてもダメ。厳しい命令、嫌になります。うんざり。ああ困った。どうする。わからない。モグラのスピードどのくらい。モグラの食欲どのくらい。モグラの力はどのくらい。モグラはどのくらい子供を産むのかしら。いや、そんなことよりモグラの知能指数はどのくらい。大したことはありません。ロボットの方が断然優秀であります。そうだ、ロボットだ。これは素晴らしい考え。花の世話をするロボットのモグラを作ることにしよう。はあ、忙しい忙しい。ロボットモグラを作るのに島の研究所は大忙し。出来上がったロボットモグラの第1号。外側は決して錆びない金属、中には強力なモーター、原子力電池でいつまでも動き続けます。実験は人間の知恵の印、失敗と成功の道しるべ。どうも穴を掘りすぎたらしい。どうも水を出しすぎたらしい。肥料をやりすぎたらしい。ロボットモグラの改良と機械調整が進められます。万歳。よし、成功だ。万歳万歳万歳。研究が完成したという知らせで、本国から大臣がやってきます。
大臣は勲章がお好き、ひげがお好き、命令はもっとお好き。さあ、早く見せてくれ。はい、この通りです。本物を訓練してもこううまくは動きません。とりあえず50匹ほど作りました。なんだこれは。大臣は虫が嫌い、ネズミが嫌い、モグラはもっと嫌い。モグラのロボットだと。誰がこんなものを作れと言った。間抜け、バカも。こんなくだらんものを大切な研究所で、大切なお金で、モグラのロボット、もう仕事は任せられん。みんなクビだ。島の研究所は取り壊し、誰もいなくなりました。けれども残されたロボットのモグラたちは島の地面の下で働き続けました。島は花でいっぱいになりました。でもロボットは休むことを知りません。それぞれ陸を目指して移って行きました。それからずっとロボットのモグラたちはどこかで仕事を続けています。けれども私たちの目に触れることはありません。世界中に50匹ではあんまり少なすぎるのです。お庭の隅で咲いた花、花子ちゃんが見つけた花、種もまかないのに驚いた。水もやらないのに不思議ね。どうして花が咲いたのかしら。もしかしたらそれはロボットのモグラがやったことかもしれません。皆さんの中に枯れかかっていた花が急に元気を取り戻すのを見た人はいませんか。不思議だなと思った人はいませんか。